お、なんかあ、いけたいけたいけた。よかったよかった、ナイス。お家も綺麗。よかった、お家も綺麗。大満足。じゃあ釣るか。大満足。家を釣り出すとボンバー引きたいんだよな。今日誰ん家に行けばいいかな。お願いします。行けると思ってんだ。お願いしますって言ってるやつが、お願いしますって言ってるってことは俺が赤だと分かっていないということだから、自分が赤だから、そうじゃないか、自分が赤だから俺が赤じゃないと思ってる。なるほどなるほどね。ヤミちゃんの視点付け、はい、怪しいな。平和村だ。平和じゃん。平和か。ありがとう。ありがとう。おもんない。ありがとう。はい、釣ります。そうです。釣りますよ。ゲンさん、ザチキンさんち行ってますか。行ってません。そっか。残念。ゲンさん、家出てないですか。出てません。お。当たり。当たり。うん。なんて、ごめん。スナパイさんが、ゲンさんが出てる判定、ね、俺はね、ザチキの家にルックアウトで行って、スミレヨスがアメネコゲンの3人が見えてる。あー、いっぱい見えてるんだ。それは、あなたはビャカです。ビャカ、だから一人だけとりあえず聞いてどうなるかなって。はい、シャキャン、うん、で、ナスキョンがシンっぽいのね。今日スナパイさんはどこ、どこ行ったっつだけ、どこ行ったっつだけ。ザチスナパイさん、ザチキンさんが、ザチキンさん、はい、うちに3人ぐらい見えてるんだよね。まあゲンさん家に行って家出てなくて見えてます。トラッカーかポリスの2択で言っておきます。おー、一応なキロ来てないんで。おしゃれな仕様。アメネコはトラッパーですか。違いますよ。終わりですか。違うらしいです。その話終わりですか。はいはい、アメトラ、アメネコは自己完結で終わらないようにしてね。アメネコは一応俺視点は赤じゃないと思います。アメネコは緑青で出てる。あ、いいんでた。この中で一人嘘ついてると思います。難しいな、ロンリックパルトしてる。誰の。そうそうそう、難しいな。ごめんなさいごめんなさい、そういうやつだな。まあ、とりあえず、まあ、僕は平和村だった理由は僕が闇を止めたからじゃないかと思ってるんですけど、どうなんですか。おお、え、寺蔵さんじゃないんだ。はぁ、はぁって何。いや、僕は寺蔵の視点が結構いいなと思って、ちょっと信じて闇を止めに行ってみたっていう。え、僕は下キルしません。キルしません。投票するぞ。いや、僕本当にこれさ、本当に真面目に言ったら、ホーストか。やめた。シーフだったら言っていいよ。いや、シーフでもないし、青でも赤でもありません、緑です、ごめんなさい本当に。止められたは止められたの。止められました、止められました、止められました。あ、それは止められたの。うん、だとしてもまあもう一人出てないんでね。もう一人、もう一人。だから僕がね、じゃあ今日僕本当に緑なんだけど、ゴーストや。本当に緑なんだけど、違う、今今日おかしいです。あ、やば、おかしいんだ。え、あ、ごめん、マジ今日ネズミなんですよ、ごめんなさい本当に。ネズミなんだ。僕のせいです、これはね、ネズミなんでしょ。僕が、もう俺が入れなくても釣れるやんこれ。僕が悪いです、これは僕が悪い、ガチトロールです。どうする。まだまだ一応続いてる村で反省会始めんのよ。そんな卑下せんでも。だってさ、今日は使用してません。おしゃれなメガネ。いや、見通しします。噛まれたくもなかったんだもん。うんうん、ごめんなさい、うん、バカかよ。まだ傷浅い、まだ傷浅い。バカかーい。
あ、まあ、あの今日平和村なのは、うん、ポリスの僕が悪の座敷を止めたからじゃないか。それでどんどん人減らそうとしてない大丈夫。なんでまた平和なの。いやいいぞ、でも座敷は ありなんだよな。まあインベスティゲーターの結果を、インベスのバカで、初日キャンディーキャットにインベスとゴーストが見えてた。じゃあなんでトラッパーって言ったの。合わせてくるようだったらゴーストかなって思ったから、そこごまかしてる、はい、俺多分死んだから言っとくけど、ザチキンがまるでザチキンが緑インベ赤インベで見えてます。あ難しい結果だね。もう夏ピョンも言っちゃうんですけど、夏ピョンはトラッカーでハイブリさんはザチキン産地行ってます。初日あのアメネコネポリス見えてるんで、一応ごまかしたけどね。あ、もう使用します。ドクターでーす。本日ブリちゃんちってます。あ、証明します。あ、初日はモルテンさんとこ行ってます。はーい、来てます。あ、まあ今日ドクター出すんだったら CO して詰めてほしくて、緑2枚釣られたらさすがに負け筋だと思うので、何か知らせさせてほしい。え、でも情報あるなら言っていいんじゃないですか。あれ、そういえば原あれ原産ってどっちだったっけ。出てない判定だったっけ。在宅です。今日も今日も在宅です。 OK です。スミはルックアウト2日連続夏ピョンの家誰も来てない。あれ、ルックって連続できたっけ。いけんのか。もう出るわ、サバイバーです、うん、これもう夏ピョンさんがでも緑か赤かでだいぶ話が変わってくると思ってます。サバイバーです。お、あ、対抗だ。じゃあ片方ゴーストってことかな。はい、わかりやすい。でも放置でいいんじゃない。じゃあ外からいいな。放置します、うん、放置でいいんじゃない、うん、どっちかどっちかに置いて明日使用してください。うん、てかなんかモルテンが赤じゃないと思うし放置でいいと思う。 あ、うん、あ、今サバイバーって言ったのモルテンです。ゲンモルテンさんだよね。モルテンさんが当てたぶつけてきたんですね。最終的にテラゾーさんが決めてよくてむずぅ。僕は座敷に詰めないな。座敷緑が違ったらな、素直に押せるんだけどな。座敷ん、まあ、ちなみにモルテンが本当に青コンビだったら僕は3分の2で赤止められるからね。まだアメネコの赤が一定数あると思うけど、その場合ブリラインなんだね。あ、もうそうだね。それがね、うん、それが出ちゃうのが座敷、やっぱ僕はちょっと座敷に投票します。いや、雨降りは全然あるよ。いや、客観視は多分あると思うよ。その場合夏ピョンからも繋がってるから。いや、全部ありますよ正直。そう、夏ピョンからブリーからのキャンディーキャットに行ってるから、そこも薄いかなって思うから。ダチキンさん投票します。ダチキンさん投票します。マジか、緑2枚釣りはきついべ。スミはあんまりダチキンだと思ってないんだけどな。なんでだよ。おー、ナイス。狙われてる狙われてる狙われてる、これは狙われてる。狙われてるか。え、一人か。うん、はい、丁寧にやってるね。ルークアウト。はい、僕の主張から、うん、はいはい、まあ僕夏ピョン止めてるので、夏ピョンは今日キルできないっていうことになります。これ一応その塗られてない前提でいくと、だから夏ピョンは赤がないって感じですね僕目線。はいはい、うんうんうん、まあゲンモルが一旦赤の可能性はあるとして、まあ青だとしたらもう3択ってことですよね、その時点で。ゲンモルをはっきりさせましょう。じゃあ私、俺とスナパイさん視点ってさ、うん、
あ、テラちゃん、俺のテラゾウさんが無理だ。テラゾウさん無理だわ。ドクターできてんのね。だから俺、うん、アメネコナツピオのあれだわ。ニヤカだわ。ニヤカ？まあザチキンが赤じゃなければの話だね。うん。そう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 。塗られてるって言うんだったら、その主張が出てくるんだったらね、先に。ちなみに現実、私ハコウさんにスライドします。昨日モルデンさんに置きました。で私釣れば青は釣れない。いやいや、赤に今残ってるかもしれない。ザチキンさんで赤が決め打ちされてるんだったら私を釣ってほしいですっていう。いや、正直ザチキンさんの塗られてるってあんまり信用したくないけど、1日目2日目が動かなすぎてるんで。いや、動かなすぎてるのはアメノコさんがまさにおっしゃってた。いや、だとしても。あ、ちゃうわ。俺視点、俺視点スナパイさん確定やわ。塗られてるのが落ち着いてくれる？うん、いいよ。今俺が話そうとしてたタイミングだから。そもそもゲンさんって、赤が1枚残りだった場合はザチキンの相方位置が誰でもありえる状況の中で、うん、赤視点でゲンさんって今脅威でも何でもないんですよ。青に置いてくれるゴーストになってるから、うん、まあ、ていうかゲンモルテンを脅威に思ってないんですよね、赤視点を、うんうん、ってことは、ザチキンが赤、スナパイが赤ならハイブリさんの今言った結論は成り立つのだが、ザチキンそもそも塗られているのが正だった場合はハイブリさんの結果を鑑みるにアメネコナツピョンの赤は全然あり得る世界だよっていう話です。これはで今日ゲンさんを急いで釣る必要がない。ザチキンが赤だとしてもね、いや割とあると思っていて、赤に襲撃されないからゲンさんは、赤視点はそうなんですけど、緑視点って私とモルテンさんが青々の保証が全然ないじゃないですか。これいやだから、だからこそ言ってる。めちゃめちゃ結構クリアになると思ってます。私は自分が、まあ、言っちゃうと僕がモルテン赤ないと思ったのは、テラゾーが死ぬ時モルテンの絵に行ってたらザチキンも動く、ザチキンが止められてるわかるんですけど、モルテンも動かないとダメだと思うんだよ僕、うん、その赤はもう必死でドクター探さないと結構負けるから、ユージュンに打ち切るしてとできないから、うん、モルテン赤を切ってます。ブギ、まあ、ちゃんってさ、メネコ緑青が出てるんだよね。そうだから、性の可能性あるんでしょ。そう、俺が性の可能性があるので、アメネコの赤が否定できるから、俺視点はスナパイさんがほぼ人外確定。ただし、俺がバカでたまたま当たってる場合ね、に関して、そんでザチキンが塗られてるとかの全部のケアした場合はアメネコ、ナツピョンの2択、2択というか2赤。テラゾウさんのとこに入れます。提案するね、うんうん、モルテンがマグツでスミリオスが切ってて、ナツピョンが赤の世界線。スナパイさんに入れます。すいません。はい、どうぞ。はい、僕はバカルック流されてる俺。うわ、ごめんごめん。なあ、にゃあ、こうなるともう赤狙うしかねえな。まあというわけで、まあ、僕は今日ブリちゃんを止めている主張をしますね、うん、あ、はい、いや、アメリコさん、テラゾーさんち、俺は止められてるんで、ナツピョンが確定。あ、僕目線は多分前回キル、うん、前一旦前、ヨセガさんキルがハイブリさんで今回がまあなんかやってんのかな。どっちかは移動しないのか。ブリタ目線ってさ、ヨスが切るってどうなる？ヨスが切るがなくなるね。そうなんだよ。なんかこれね、だからモルテン現にいる世界なんだよね、多分ほぼ。ああ、なるほど。だから言ったのに。あ、だから言いますけど、僕とかナツピョン、僕とナツピョンの赤赤とかをね、村の人に追ってほしくないのは、その場合ってそもそも昨日2キル入れたらゴースト、ゴーストサバイバーがいる世界線だったらほぼ勝ちで。え、アメネコ視点ってじゃあ青はどこにいんの？だから青がナツピョンとかになるんだ。俺か、そうか、俺かナツピョンにいるってことなのか。青がナツピョンになるかな、僕の目線は、うん、でも俺点ゲンが赤
青の組み合わせ。それになるとモルテンになるんじゃない？ゲンさんは5。赤に投票合わせられますよ。モルテンさんしかなくなるんじゃない？ずっと私ずっとモルテンさんに合わせられますよ。なんならスキットもできます。ね、多分だけどこれ、やっぱり雑誌が私は一着落ちてると思ってますよ。あ、ごめんけど、モルテンってサバイバー主張変えない？サバイバー主張だし、縦3つ残ってるんで、基本的に死ぬことがないから、ゲンさんが釣られて、3つ残ってるの強っ、それは。だからゲンさん処刑されなきゃ勝ちなんで、何でもいいです。まあ、一つ言うと、多分ゴーストいったら負けるよ、モルテンは。負け筋が残るよ。赤に投票合わせれば。いや、赤にいないんだって。まあ、ザチキンさんが落ちてる。赤にいないよ、今。モルテンに言うと、赤にはいない、今。ザチキンさんですでに1落ちてるんですよ。で、赤にいるなら、その飛車取るけど、今、赤にいないんだよ、本当に。ゲンさん、ゴーストだと思うけどな。俺もゲンさんもね、赤はないと思ってて。うん。ただブランスチェーン私は釣るわけにいかないですよ。だからいや待って待って、ブリちゃん落ち着いてほしいけど、モルテンかゲンさんに赤いるからね。あ、だからゲンさんに赤はないと思ってるね。うんうん、それ本当に言ってます？だってモルテンちゃんいい、昨日僕がナスピオン止めててスミリオスが切られてます。今日僕がブリちゃんを止めてってテラゾが切られてるから、その主張本当にしてくださるんだったら、はい、私はもう全然釣り伸びます。てかまあずっと言ってるけど、モルテンさん赤、私ゴーストとか全然追っていただけるんだったら大丈夫です。まあ、ゲンさんは一応どこ置いてる師匠なんですか？え、モルテンさんです。ずっとモルテンさん。ゲンさん処刑したら村負けますよ。モルテンさんが赤だったら普通に終わると思います。モルテン本当にサバイバーなんで。アメリカどこにいるの？で、私してモルテンさんがサバかどうかわからんので。僕ゲンさんに入れるかな、これは。ゲンさん赤だったらそれでいいし、ゲンさんゴーストだったらモルテン持ってってくれるの。てかね、最初モルテンさん私ゴーストだと思ったんですよね。私がサバ使用した時。メネコさんが赤なんかなこれ。僕赤だったら相方がいないです。あ、普通に幻想なんか、普通に幻想。え、ゴーストどこ行った？ゴーストナスピョンじゃない？おほほほほ、まさかのね。いや、いけましたね。いやー、いっぱい塗ったわ。いやー、赤が6人いる村でございますね。べちゃべちゃじゃないですか。べちゃべちゃです。べちゃべちゃ。ナンバに赤だったよ。べちゃべちゃ。いやー、すごい。これは予想のはるか上だ。べちゃべちゃでした。いやー、きついね。落ちてないな、もう無理だ。いやー、いけたな、頑張れば。今日なんかクロート好みな試合続いてますね。むずいよ今日。むずいな。すいません。真面目にやります。いやいやいや、全然真面目にやってる。やめちゃうの。まあでも最高やった。まあ陣外4票入れてるんでね、多分やめさんに。そうやね。もう一人の赤丸の発言は相当赤だと思う。緑だろかい。すいません。みんな予想があるよね。